はい、皆さんこんにちは。今回はですね、プロポーショナルエディティングというものをやりたいと思います。まず標準のものを消しまして、メッシュのプレーンを分かりやすく説明していこうと思うんですけど、ちょっと大きくしましょうか。 S 適当にしてますけど、でこれをですね、エディットモードタブにしまして、サブディビジョンかけてみたいと思います。たくさんしました。もう一回ぐらいしました。はい。で、今20個ずついっぱい作ったんですけど、この中でどれかっていうのを言わないといけないですね。ここのですね、下の方のこの何もないボタンのマークのところで、プロポーショナルエディティングっていう機能があります。でこれエディティングイネーブルっていうのと、コネクティングっていうのがあるんですけど、どちらか選択していただいてですね、どうなるかっていうのをちょっと見てもらおうかなと思ってます。ちょっとシフトでセンターまで寄らします。はい。で、まず1個だけですね、点を選択します。通常は引き上げると点だけが伸びてたと思うんですけど、こんな風にですね、周りもちょっと影響を受けながらですね、なるということです。でこの形状がですね、いろいろあるんです。で、普通はっていうのがちょっとできてないんで、普通は点だけがですね、ギュッと上がるというものですね。周りもこの影響を受けながら、やります。で、この時に例えばこうしますと、いろんなランダムとかですね、コンスタントとかライナーとかいっぱいあるんですけど、これをちょっと順番にやっていきます。でそれと別にですね、今こんな感じでボコッと盛り上がってるんですけど、通常はですねこんな感じでなるんですけど、これをですねショートカットの G とかにしますと、このなんかよく見るとですね、なんて言ったらいいですかね、このサークルが出てるのも分かりますかね。サークル白い、こうやったらわかるかな。このサークルでその範囲、影響の範囲っていうのを真ん中のホイールキーで、することができます。で今ちょっと大きめにしましてですね、これぐらいでずっとやってみます。そうするとすごく分かりやすいかなと思います。でこれをちょっと順番にですね、やっていきますね。話が長くて申し訳ないんですけど、はい。でもう一回、やります。まずは、ランダムってやつですね。で、ちょっと拡大しまして G で上げていきます。ギュッと、GZ ランダムにグググッと上がってるのが見えますか。こんな感じになります。はい。で、同じ範囲にしてやっていきますので、ちょっとエスケープで逃げまして、次はコンスタントですね。同じように G で、範囲を変えずに、Z 軸方向に上に上げるとこんな感じ、ギュッとなっていきます。影響のある範囲が全てですね、コンスタントに上がっていくという感じです。もう一回エスケープで逃げます。で今度はライナーですね。で同じく GZ で上に上げていきます。こういうのがライナーです。微妙なんですけどね。エスケープで逃げました。次がシャープってやつですね。で、GZ のこんな感じですね。ローテーションとかですね、同じように R ですね、 R なんかを使ってもこの範囲のサークルが出てきますので、この白いですね、これで、変更をかけることができます。エスケープで逃げます。あとはルーツ、GZ、こんな感じですね。ユーンと
もう何が何だか 似てますからね まあ多少このアイコンのマークがですね、示してる通りになってるんだと思うんですけど、スフェアですね、Q なんですけど、まあグッとなんか掴む感じで、G、セット、こんな感じで、上がってきます。こんな感じですね。なんか で、あと最後、スムースですね。同じように GZ、 こんな感じです。影響スムーズ、まあ、一番これがなんかいい感じですかね 感じるのがよくわかんないですけど、という感じになります。もう一度、ランダムとかですね、コンスタント、ライナー、シャープ、ルーツ、スフェア、スムーズというふうなものがありますので、こちらで、まあ、どちらかを選択していただければいいんじゃないかなと思います。ほとんど変わらないので、G、 こんな感じです。変わらないでしょ、わかりますかね。変わらないので、どっちか、選択して、ショートカットキーの G とか R を入れて、ですね、この範囲をホイールキーでどれぐらいの影響を及ぼすかというのを決めてですね、決めてから、確定は普通にすれば いいので、こんな風にやることができますので、はい。以上、今回はですね、点をですね、操作する上で1個の点からですね、その周辺の影響を与える範囲っていうものを設定できる、このプロポーショナルエディティングっていうのを紹介しました。以上です。